ここバスターミナルにこちらパンの自販機があります。朝ごはんにちょうど良さそうです。札幌豊平区の福住バスターミナルに今日から登場した自動販売機、その名もコスポチ。ここで売られているベーグルやマフィンはすべてコストコのパンなんです。コストコといえば、開店直後にもかかわらず店舗の中へはお客さんが続々と入っていきます。コストコにぎわってますね。大容量で低価格な商品が人気の会員制大型スーパー。アメリカ発祥で現在道内には札幌清田区と石狩市の2店舗があります。冷凍したりでもやっぱり美味しいからついつい食べてしまう、食べちゃう。遊びに来てる感覚があるので、なんか中のもの見てるだけで面白いから。ものによっては結構安いのがあって1回でいっぱい買えるので便利です。毎日来てます。函館にコストコを届けたいっていう気持ちで、やらせていただいてますので。こちらの男性のようにコストコ商品を別な店で販売する、いわゆる再販店が今道内各地で増えているんです。いつもなら大容量なんですけど一つだと便利ですね。福住バスターミナルの自動販売機で売られているのもコストコの再販商品。販売開始わずか2時間でおよそ30個ほどのパンが売れていました。3年とか4年ぶりぐらいですね。懐かしいな、美味しくいただきたいと思います。通学通路なので毎朝ここで買ってご飯にしようかなって勝手に思ってました。全部コンプリートできそうに。コンプリートします絶対通勤通学の時間帯を狙い、パンは夜中のうちに毎日補充されるそうです。自販機はおそらく全国でも初めてだと思いますので、会員じゃないと買えないですし、やはりちょっと距離も遠かったり車も持ってないといけないというお声もあったので、自動販売機で手軽に買えるようにしました。あ、冷蔵の棚もあるんですね。人気のハイロールもあります。普段の3分の1サイズです。さらに人気のヨーグルトもバラ売りで売っています。札幌西区のカフェでも去年9月からコストコの再販商品を販売しています。食料品から生活用品までおよそ130種類が取り揃えられています。コストコの方に伺った時に再販のしませんかというふうにお話しいただいて、パン目当てでたくさんのお客さんもいらっしゃってるんですけども、50人くらいはいらっしゃってるんじゃないですかね。札幌圏だけではありません。苫小牧にも今年2月にコストコの再販店がオープン。特に小分けにした商品が人気を集めています。札幌のコストコに行って食べたものが美味しかったので、またなくなった時に手軽に食べれたらいいなと思って。実はこのお店、防災設備の保守点検などを行う会社が運営しているんです。コストコの商品が人気があるので、地域の方にもうちょっと身近に保存できる食材を買ってもらいたいなっていうことで始めました。毎週2回札幌のコストコに行って再販用の商品を買い出ししているといいます。今後もですね、今まで以上に来てくれたお客さんの要望だとかを聞きながら、少しずつ扱いの商品も増やしていこうって考えています。